沖縄県北大東島、大東村で、三次元レーダーの配備との情報をキャッチしました。今回は、この北大東島、大東村での航空自衛隊の配備計画を詳しく見ていきますね。三次元レーダー配備で、太平洋側の強化が理解できます。相変わらずの反対派はプロ市民かな。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員を含む関係者が、沖縄本島からおよそ 360km ほどの東方に位置する北大東島の大東村を訪問、その地の水道や道路等のインフラに関する現在の状況について確認を行った。これまでに大東村では防衛省の委託を桁民間事業者が同月上旬にも測量調査のために入村しており、さらに前月7月に航空機から実施した測量調査と合わせて今後に向けた精緻な現地の状況把握が進んだ形である。北大東島の大東村に対してこうした動きが行われているのは航空自衛隊が装備する移動式の警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たに同等に展開するための事前準備であり、南西諸島の防空体制の強化が根幹にある。航空自衛隊では、日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置をしており、日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視し、そこからの情報を4カ所の防空司令所に集約して対処している。各々の防空司令所では、収集された情報をもとにして、これも地域ごとに置かれた待機中の戦闘機部隊に対して、スクランブル発進を行うか否かの指示を与え、日夜、日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いている。しかし、こうした監視体制のようとなるレーダーサイトは、様々なトラブル、最悪敵からの攻撃を受けて、情報収集の任務を完全に果たすことが、不能な状態になることも想定されるため、代替手段を備えておく、必要がある。こうした場合に、第一に、その役割を担い得る存在が、E2C。DI-767 といった固定翼の早期警戒管制機であり、これらの機体は十分な稼働が困難となったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事可能である。そして、こうした航空機によるカバーと並行して、地上においても、その代替策となるものは存在しており、それが車両搭載型の三次元レーダーを持つ部隊であり、車載型ゆえに、陸上を移動可能なレーダー設備ということができよう。この陸上移動型のレーダーサイトは、巨大な筒状の三次元レーダーである JTPS-102A という装置、航空機の飛行データを処理する装置、それら装置に電気を供給する発電機という3要素から成立しているシステムだ。システムの中核である、巨大な筒状の三次元レーダーである JTPS-102A は、戦闘機等の機種部にも搭載されているフェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分には、見た目でわかる可動部分はないが、全周囲の策で、機を行える。こうした車両搭載型の三次元レーダーは、平時であっても、固定式のレーダーサイトが、定期的な維持管理のための、点検等を行う際に活用されており、今後北大東島の大東村には、これを常設で配備しようという計画となっている。無論、その最大の理由は、黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させている中国軍に対する警戒、警備体制の強化にあり、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力の向上を目的としている。また、今回、
その車両搭載型の3次元レーダーの配備先の候補地として、名前が挙げられている北大東寺、魔の大東村だが、これとは別に、小笠原諸島の父島も、これまでに検討対象とされたこともあり、こちらも将来的には配備されるかもしれない。北大東島では、こうした航空自衛隊の車両搭載型の3次元レーダーの配備という状況を、政治的には、道村議会による全員一致で可決し受け入れる方針を固めているが、場所が沖縄であるだけに、それらのマスコミからの批判は根強い。沖縄メディアの琉球新報は、2021年12月11日付の社説として、北大東島への車両搭載型の3次元レーダーの配備を例えよって反対しており、沖縄本島はもとより、与那国、島、宮古島、石垣島と沖縄の島々が次々に要塞化されると煽っている。在日アメリカ軍基地の大半が集中し、それに伴う事件も多く、また、太平洋戦争時には、凄惨な地上戦闘が行われた。沖縄に対しては、同情の念を抱くことはやぶさかではないが、日本を取り巻く安全保障環境は、これまでにないほどに、近年は悪化している。今年2022年の8月の頭には、中国軍が、台湾の周囲の6カ所もの空海域で、大規模な軍事演習を強行し、その中で発射された、中距離弾道弾の5発が、波照間島周辺の日本の排他的、経済水域に落下するなど、中国の行動はエスカレートしている。尖閣諸島周辺海域への中国海警局の艦艇の侵入は、もはや常態化しており、尖閣諸島単体で考えた場合には、単に、これを中国が上陸して占拠することの合理性は、極めて低いとは思われるが、台湾とセットならばついでと考える可能性もある。台湾自体が中国外郭を続けているように、本当に武力による侵攻にまで及ぶのかについても、中国軍側の被害を考慮した場合には、未だ得策ではなく、むしろ威嚇を強化することで、台湾の一般人が中国に自主的に屈する思考を抱かせるのが目的なのだろう。このあたりは、ロシアがウクライナ侵攻で実施しようとしているやり方も同様で、東部のドンバス地方を含めかって、2014年にクリミア半島で行ったように、占領地域において、表向きは、住民投票で、自国への編入を選択したと見せかける手口である。先に挙げた、沖縄の琉球新報の社説のように、沖縄本島のマスコミや、一部の団体は、在日アメリカ軍や自衛隊の基地が沖縄に存在するから、戦争に巻き込まれるというロジックを多用するが、ロシアや中国の行いを見れば、ざれ言にしか聞こえない。ロシアは、ロシア・ウクライナ戦争を経て、自国に経済制裁を続ける日本に対して、北海道の半分は自分たちのものだと脅しを始めているし、中国は、同様に、沖縄は、勝手自分たちの国に、徴兵を行っていた属国だと見さしているのが現実だ。そもそも北大東寺、魔の南海上に位置する、無人島の沖大東島は、1956年以降には、アメリカ軍の射爆場となっており、同じ、大東村に属する同島が、その状態であることに、大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化の進む村の現実として受け入れられてきた。そうした現実にもかかわらず、北大東島への航空自衛隊の車両搭載型の3次元レーダーの配備について、その反対を打ち出す勢力からは、沖縄県の全てにおいて、無防備都市宣言を出すべきであるとの無責任で無意味な声も見受けられる。無防備都市宣言は、正式には、無防備地域宣言と呼ばれるもので、これを宣言した特定の、
都市や地域に対する攻撃を行うことが、戦時国際法で禁じられていることを利用しようという考えのようだが、現実には機能し得ない。そもそも、無防備地域宣言とは、戦時国際法に定めによっても、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提であり、戦時である場合にしか、その効力を発揮する権づけに、法体系自体がなっていない。加えて、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行させることが可能な主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体、つまりこの場合、大東村沖縄県が、それを行うこと自体が無意味であることは明白である。日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが有する自衛権を、一地方自治体が覆すような体系にはなく、無防備地域宣言などという、戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻を止める意味などは、なから有してはいない。